はい、それでは8の字走行をしてみます。スタートします。曲がって止まる。ここで車の向きを決めて、ここから直進、曲がって止まる。ここで次の自分が進みたい方向をきちっと決めます。最初はこのようにきちんと止まるようにしてください。これに慣れてきたら連続して走行させます。必ず途中で直線を作るように心がけます。さらに慣れてくるとその部分はだんだん直線が短くなっていきます。うまくできるようになったら反対側も練習してください。